フリードリ・ヒビル・ヘルム・フォン・ブランデンブルクは、プロイセンの貴族、将軍、政治家、伯爵、プロイセン最小。プロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルム二世とその祈祭結婚、重婚の相手の一人である、ゾフィー・フォン・レーンホフ伯爵夫人の間の息子として生まれ、1795年7月6日に、ブランデンブルク伯爵の姓を与えられた。 同服の妹ユーリエは、アンハルト系天皇、フェルディナント・フリードリヒに嫁いだ。1807年に、プロイセン軍に入隊。1812年には、騎兵大佐に昇進し、ルートビヒヨルクフォン・バルテンブルク将軍の参謀として、ロシア遠征に参加。1839年に第4軍団の司令官となり、1848年には、騎兵大将となった。 1848年にエルンスト・フォンプ・フュール内閣が退陣に追い込まれると、国王フリードリヒビル・ヘルム4世は、おじのブランデンブルクに祖格の対面を下し、いわゆるブランデンブルクマント・イッフェル内閣が成立した。この身内人事はドイツにおける反動期の始まりとなり、プロイセン政府はフランクフルト国民議会と真っ向から対立した。プロイセン国民議会は、 国王と最小の敵対行動のために混乱し、ベルリンからブランデンブルクアンデアハーフェルへと移され、最終的には解体した。1848年12月5日、ブランデンブルクは議会の賛成なしに保守的なプロイセン王国憲法を交付させた。1850年10月、ブランデンブルクは持ち上がっていたオーストリアとプロイセンの間の政治対立において、ロシアが どのような立場を取るかを探るために、ワルシャーに赴いている。最初、ブランデンブルクはオーストリアを除外した形での、プロイセン中心の連合政策を支持していたが、プロイセンとオーストリアの両派建国の間の妥協に、向けた交渉は進まないままだった。ブランデンブルクは、オーストリアとの戦争が起きるのを望まず、1850年11月1日、 および二日には、外省ヨーゼフフォンラドビッツの提案するプロイセン国民への動員令発令には反対した。翌11月3日にブランデンブルクは、持病が急に悪化し、そのまま11月6日に亡くなった。なお1850年2月16日、ベルリンの名誉市民に選ばれている。ありがとうございます。